ご視聴ありがとうございます。ラーメン賢人によるラーメン専門チャンネルでございます。はい、今回は、地元に愛された、老舗の中華屋さん、福建楼に来ました。創業から40年以上だと思います。私は小学生の頃から、通っているお店であります。定休日は水曜日で11時から15時までの営業、その他の臨時休業日もありますので、詳しくは食べログなどに載っております、電話番号、固定番号ございますので電話で確認してみてください。ちなみに駐車場はお店の前に、3台停められます。それでメニューはこのようになっておりまして、麺類は上から3番目の麻婆麺、一番下のタンメン、そして、ワンタン麺以外は全部いただきました。福建楼の、ラーメン、麺類は、麺とスープの関係性が本当に素晴らしいと個人的に思うんです。しかし大人気は、一般的に大人気なのは、飯系ですね、飯類ですね。特にチャーハンがめちゃめちゃ美味しいです。しっとりとパラパラの絶妙な中量、飯類はですね、結構量もかなりありますので、お腹を満たしたい方にはぜひぜひおすすめの中華料理屋さんであります。今回は麻婆麺かワンタン麺か迷いましたが、ワンタン麺にしました。福建楼の一番シンプルなこのチンタンスープが、食べたかったです。900円でワンタンが8個か9個ぐらい入ってますね。で、鶏もものチャーシューにメンマ、わかめ、そして刻みネギが散らされております。まず丼がいいですね。丸みを帯びた形状で、口元の部分が丸く太くなっております。玉縁丼であります。中華料理屋さんや、ノスタル系のラーメンでよく、使われる、昔から使われております丼でございます。面積が広いので、容量をたくさん入れられますし、ということは空気に触れる部分が、たくさんありますので、スープが冷めやすいんですけども、逆に香り立ちが素晴らしい丼です。それではこのなみなみスープ、なみなみスープ、中華料理屋さんのなみなみスープ、いただいてみたいと思います。それでいただきますと、ここでしか味わえない中華料理屋さん風のチンタン醤油スープという感じで、何より一番感じるのはこの豚と思われます油、オイルの加減具合が実に絶妙。確かにがっつりと初動から行きたい人には物足りないと感じるのかもしれませんけれども、このベースの出汁と醤油感とこのオイルの油の連なり、これが実に絶妙な、ここでしか味わえない、ここでしか味わえない、チンタン醤油スープを育んでおります。これを食べに来ました。めちゃめちゃ美味しいですね。はい、それで麺でございますが、いかにも口なし色素を含んだ高水の、加水 40% 超えの、極細ストレート麺ですね。長さがあり、すすり心地抜群。それで食感は柔らかめ、この柔らかめの感じが、好みでございます。で、本当に素晴らしいところ、福建楼の素晴らしいところが、スープの中で麺が泳ぐんですよね。で、長さがあるので、すすらせてくれる麺となっておりまして、で、黄色みがかっているんですけれども、乾水臭さがないんですね。まあ、乾水と黄色には、関係性はあまりありませんけれども、この独特の発注具合といいますか、洗濯具合でございますね。この玉縁丼のなみなみスープと、この極細、切りは多分26以上、細いと思います。その麺の組み合わせ、スープの中で泳ぐ麺、持ち上げる時にダマにならない、この感じ中華料理屋さんで味わったことが他ではありません。それでは、鶏もものチャーシュー、エキゾチックな、風
風味がします。ウーシャンフェンなどで味付けされてるんでしょうか。そしてあの食感はもう崩れ落ちる、溶け落ちる柔らかさでございます。それでスープはあの節とか煮干しとかの感じは全くしないんですね。つまりあの中華料理屋さんのシャンタンスープに昆布を加えたぐらいのシンプルさであります。はい、それで、麺までございますが、こちらは柔らかいというよりはあのコリッとした食感でございますね。コリッとジューシーに、仕上がりの印象であります。それでは、ワンタンでございます。ワンタン麺、いただきます。でいただきますと、あの一気にあの生姜の多分豚肉なんですかね、豚と生姜の風味が一気に抜けてくる感じで、皮のその後に皮の柔らかさを感じる、これは美味しいですね。実に美味しい、ワンタンでございます。自家製麺では多分ないんですかね、わかりませんけれども、自家製麺ではないと思います。ただまあワンタンの美味しさが際立ちますね。一気に生姜の香りと、豚ですかね、豚の、香りが、旨味が広がって、まいります。柔らかい柔らかいワンタンでございます。ご視聴いただき誠にありがとうございます。今回は、私がですね生まれてから、通っております、古川にあります福建楼をご紹介しました。過去に何度もご紹介していると思いますが、最高の最高の中華料理屋さんであります。で地元に愛された中華料理屋さんということで、結構やっぱりいつも混んでるんですね。でございますので、じっくり食べたい方は、2時以降とかに訪れるのがベストかと思います。町中華のワンタン麺、ワンタン麺でございますが、もっと深いです。で、こちらのワンタンをいただきますと、生姜の風味がめちゃめちゃ際立ってくる、多分豚のひき肉だと思うんですけれども、いやーやばいっすね。それでラーメンの話になれば、油が引いてくるこの辺りも、中盤以降の後半の、表情で、いうのはやはり出汁感が、出汁感の方に目が向く感じですね。で具材も、どのように、一杯を引き立てているのか、これを実に感じられて、最高の一杯でございました。私はラーメンを、文化を通して、表現したいという共柄でございますから、
最高に、なんて言うんでしょうね、綺麗なラーメン、綺麗なラーメンを食べる必要も、食べて感動する必要もないんですよね。食べて感動する必要もない。そういうラーメンを、いただいて、突き詰められた部分もすごく好きでありますが、私は、ラーメンを通して素晴らしい文化を、日本の文化を伝えていきたいと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございます。これからも美味しいラーメン、麺料理をお届けできればと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。ご視聴誠にありがとうございました。